全家三班893番チョイキ太郎です。この話はですね、駆け出しの頃ですね、でやっと組に慣れてきたかな、ちょっと調子に乗ってきたかなぐらいで、よく言ったもんで、肩を風切って歩くみたいなことをね、しだした頃ですわ。で、ただ、単純に、なんて言うんですかね、その地域にあった自分が所属してたところが、やはりその地域では一番力はあったっていうことだったんですね。で、もうその名前を、盛り場、飲み屋街で言えば、誰でも知ってるから、誰でももう道を避けるみたいなところはありますけど、私自身に顔があるわけじゃないじゃないですか。で、10代の若いやつが、そんな生きがって歩いてたって、そりゃあれなんですよね。もう当時は、そりゃ、組長とか頭とか、組員の人間たちといれば、そりゃそういう風で、みんな避けて歩くし、みたいな。でも、そんなことを忘れて一人でいる時に、偉そうに歩いてたら、当然、絡まれるっていうか、そこの他のところの、ところから、おい、兄ちゃんって、お前何偉そうに歩いてるんだって、こう来るわけですよ。で、自分はその瞬間、言われることが想定してなかったんで、あっと思って、その時にもう棒立ちになっちゃったんですよね。で、お前どこのもんだって言った時に、ぼそっと何々組って言ったんですよ。はぁって言われるわけですよ。こんなわけねえだろお前みたいなこと見たことねえなとかこうなるわけですよ。で、お前な、そんなのなお前、問い合わせしてお前おらんかったお前、袋叩きにしてもうさらうからな、殺すからなって言ってるんで、さすがにちょっと自分も冷静になって、こういう時はこういう時はって言って、その時に振り絞るような、もう言ったのが、何々。対、何々一家、何々組、何々の若い人で、若いもんで、何々ですって言い方したんですよ。さすがにそうなっとると思うかも、あ、そうかって言って、こっちを調べるように、頭の名前を、何々さん元気しとるか、あ、何々の頭は元気しとる、さっきまで一緒でしたとか言ってくと、もう間違いないなって。お前見たことないよなって。自分は本家の方に行ったりしてたんでって。で、今親父の運転手しますって言ってみんな顔色が変わるわけですよね。で、そのことを、そこで、もう分かった、俺はまたな、また一緒に飲もうや、みたいな。なんか尺に触るわけで、事務所に電話入れたわけですよ。当番者がいて、こういうことがあったんです。まあ、それはもう、お前、それ、なあ、それ言ってもなあ、どうするんだ、もうそこでお前引いちゃったんだろうって。喧嘩あれしたわけじゃない、揉めたわけじゃないだろうって、お前手出されたわけでもないんだろうって。まあ、そんな情けないことでお前電話してくんなって言われたわけですよ。でもなあ、これでも、これもし耳に行く、親父の耳に入った時どうすりゃいいんだろうと思って、もう結構夜だったんですよ。もう夜、もう12時回るぐらいだった。だけども、自分バカですよね。バカなんですよね。その、なんかあったら言ってこいって言われてたことがあるわけですよ。組長には。些細なことでも、ない、その後々になると、対処が遅くなれば遅くなるほど良くないっていうことで、で、もう、恐る恐るっていうか、バカなんですよね。かけたんですよ。で、今あったことを言ったわけですよ。これこれこうで、おそうか、どこにおるんだって言うから、じゃあそこにおれっていうわけですよ。いや、そこにおれって言って、まあ、ええわ、ほいじゃ来いって。で、もう自分はその迎えに家に行くわけですよ。着きましたって。で、乗せたら、何々組の事務所に行けっていうわけですよ。自分と揉めたところですよ。と思って、その間に電話して、うちの若い衆がなんかイチャモンつけられたらしいなっていうことで、で、向こうに行くっていうことで、親父自ら自分を連れて行くわけですよ。で、そこに入っていくわけですよ。自分連れて。自分は普通そういう時に、お前も来いっていうわけですよ。うわ、やだなこんなとこ行ってあんな恐ろしい人たちに、また言われて、自分なんて言えばいいのかなと思って、出たわけですよ。バーンと入って、おう、こらやって、誰だろおるか、つって、そこの、ナンバー2のやつ呼ぶわけですよ。あ、組長って。お前、これになんか喧嘩売って物言ったらしいなって。いやいや、これはまあ、こいつが、偉そうに歩いとったもんで、わからん、どこのもんだって言った時に何にも物言わんかって。おう、ほんでどうなったんやって。いや、まあ、聞いたんだよ。おう、ほんでどうするんだ。でも、もう、むちゃくちゃなんですよ。で、うわーってなった時に、もうその、組長の剣幕に押されて、みんな向こうにいる人間が、いや、すいません、すいませんって。すいませんって、もう分かって聞いて、それからどういうことだ。ほんで、そのまま返したんか。いや、でもこいつも納得しましたから。お前どうなんだって言ったら自分も、なんとも言えないわけですよ。あって。こんなことはどうでもいいんだって。これはこれでもわしの若い衆だって。ほいでどうするんだって、こうなるわけですよ。それ分かってどうするんだ、どうけじめつけるんだって。いやもうこれね、いられないですよ、自分も。そこで急に威張り出すのもおかしいし、もう何の言いようもないですよ。
そもそもな、その街の歩いてな、これが叩きだとしてもお前らが偉そうに物言うんじゃねえって言って言い出してるわけですよ。でも分かったかってみんなって、もうそのさっきまで自分にものすごい剣幕で言った人がもう平謝りなんですよ。でただしそこの組長っていうのが収監中でいないんです。まあええわ、本来だったら何々の 組長と話するけど留守中なんで、そんなことしたらなあれなんでって、まあそこに免じても許しといてやるって言って、じゃあ帰るわっつって行くぞっつって言うわけですよ。この話はここからが本題なんです。実はここからが本題なんで、まあその状態から帰るぞってなって車に乗らなきゃいけないじゃないですか。っていうか車を運転していかなきゃいけないじゃないですか。鍵は自分が持ってるはずなんですけど、はい、着きました。事務所の相手側の組の事務所の前に横付けしてそのまま出てきているから、もう組長がバーッと先、普通はドア開けなきゃいけないんですよ。でも出てっちゃってるから慌てて鍵がイグニッションに刺さりっぱなしで出て、それでもロックしなきゃっていうことでキーを入れたままロックしちゃってるわけですよ。じゃあ帰るぞって言った時点で入るに入れないんですよ。めっちゃくちゃ焦るんですよ。もう向こうの人たちは送りに来て、そこでもうバッと車になってバッと出てくのがかっこいいんですよ。もう私は慌てるわけですよ。車に乗れないんですよ。で、もう何しとんか、いや、あの車に乗っくし、もうすごい怒られるんかなと思ったんですよ。そしたら向こうも、あ、なんかあったんですか、車、あー、鍵が、まさか JAF 呼んでくださいって言えないっすよね。そんな夜中し、その時どうなったと思います？その組長が、あ、どいとけって言うわけですよ。自分に、助手席行っとけ、助手席、えって言うけど、言われる通りしないと怒られるんで、そしたら、懐に入ってる拳銃、38口径ぐらいの拳銃を、バッと抜いて、その重心のところでガラスをバシーンと割るわけですよ。みんなシーンとなっちゃいますよね。要はその一瞬ですよ。その拳銃で割った重心じゃない。要するに、そこのところに拳銃を持って乗り込んで、場合によってはそれを弾くっていうことなんですよ。拳銃持ってきとるんかって話ですよ。シーンとなっちゃう。なんか、みたいな話がもう凍りついた瞬間っていうのは初めて見ましたよね。バシーンと割って。で、そこからなんですよ。そうすると助手席のところにそのガラス片がもう散らばってるわけじゃないですか。自分はそれ慌ててどけようじゃん。ええー、っつって言うわけですよ。で、そこにそのまま座って、で、エンジンかけてブワーンって出るわけですよ。で、ちょっと走って見えなくなったぐらいになって、角を曲がって止まって、すいませんすいません、言って、もう絶対怒られると思ったんですよ。で、降りて、やっぱケツ痛えなーって、それだけです。あと、何にも言われませんでした。何にも言われませんでした。何にも言われないんで、で、家に送ってって、何にも言わないで入ってくるんですよ。何にも言わないで、もう手術で、申し訳ありませんでした。もう本当に自分が甘かったです。自分がもう反省しておりますっていうことを言いたら、もうええわ。そんだけ分かっとんならええって。そのことにはもう二度と触れられなかったんですけど、本当にチンピラ風情とか肩で風切って力もないのにね、そんなことするとこういうことになるんだと、いわゆる映画でおーこらおーどうだろうこうだろうっていうことをするともうこうなっちゃうよということを身に染みて分かったんで、もう二度とそういうことはしてないですね。私もしそれをするなら絶対に負けないような、もう正直言ってあの時点で負けてるわけですよ。ごめんなさいなんですよ。それがもう嫌なら黙っていくしかないのを、わざわざ自分は上の人に言いつけて、もうやられてからバッグを出してね、それでこれで仕返したっていう一番みっともないことなんですよ。こんなことはもうそれが真から分かったんで、結局一歩間違ってればですよ、やり返されたかもしれない、向こうが反撃したか来てやら、この親父は必ず撃った、自分のことでこうなっちゃうということが分かったんですよ。なるほどなーって、まあね、生きがるのもいいですけど、これが結末。本当に些細なことなんですよ。些細なことから大きな事件になってしまうっていう典型的な例だったです。